皆様こんばんは、桜井よし子です。言論テレビは毎週金曜日夜9時の生放送です。今夜の桜ライブは急遽差し替えました。キム・ジョンウン渋滞という一報を受けまして、今夜はキム・ジョンウン情報に集中いたします。まずゲストをご紹介いたしましょう。いつものように西岡勉さんです。スクー会会長でモラロジー研究所の教授です。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてホン・ヒョンさんです。統一日報論説士官です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします、はい。さて今夜お伝えする内容をまずちょっとこれでご覧いただきたいと思います。なぜアメリカ当局者は CNN にキム・ジョンウン渋滞説をリークしたか。 CNN の前に東京でも異変情報が飛び交っていた。そして独裁王朝の寿命は今耐えかけている。そしてなぜキム・ジョンウンは妹を後継者にするのか。最後にキム・ジョンウンは武漢ウイルスに感染しているのか。ここまでたどり着きたいというふうに思います。さあこれをちょっとご覧いただきましょうかね。キム・ジョンウン委員長の動きなんですけれども、西岡さんこれちょっと、はい、紹介してくださいますか。10日に、軍の砲撃訓練だったと思いますけれども、はい、視察したんですね。そしてこれも姿が見えたわけですね。これも報道ですね。10日にあったんじゃなくて10日に報道されたということなんですけれども、はい、そして11日は11日の政治局会議に出たと言いましたから、はいはい、これは間違いないんです、はい。そしてちょっと先ほど言い忘れましたけど、実は本来だったら最高人民会議が10日に開かれるはずだったんです、それはもう2月ぐらいから10日に開くと言ってたのに、はい、それが延期されて、うん、そして、11日に政治局会議が開かれて、これもちょっと異例で、普通は拡大政治局会議といって、はい、政治局員広報員以外の人も出るんですが、今回は政治局員広報員だけで、うん、そして今までは教室方式で金正恩が前の方に行って偉そうにして、向こう側みんな一生懸命メモを取ってたんですけど、今回は円卓方式で、なるほど、こういうステンレスはなかったですけど、でも唾が飛ばないようにやっていた、そして、次の最高人民会議には出てこなかった、はい、まあ、出てこないこともたまにはあるので、うん、それだけでは異常じゃないんですけれども、うん、その後が問題なんです、はい、14日に、はい、日本でも日本海に向けてまたミサイル発射があったと。これは巡航、はい、短距離巡航ミサイルだったと日本では発表してますけれども、はい、しかしこの報道が普通は15日にあるんですけど、発射したという報道もなかった。なかった。金正恩がニコニコして成功したとかいう顔も出ないだけじゃなくて、報道自体がなかった、うんうん、ははそれで何かちょっとおかしいなとみんな思い始めた、そして15日が一番、はい、みんながおかしいと思い始めたきっかけなんですが、そうですね、これ、まあ、いわゆる太陽説、金日成主席、金正恩氏にからすると祖父ですね、はい、の生誕記念日で、まあ、民族の祝日だとか彼らは言っているので、彼金正恩は就任トップに就任して以来、毎年この15日には金日成のミイラ、この間本先生は腐れ始めてるとかいう情報ありましたけど、に参拝をしていた。ところが今回は欠席をした。そして注意しておきたいのは、政治局員が参拝したんですけれども、政治局員と政治局員候補などがですね、その時キム・ヨジョンは政治局員候補になっているにもかかわらず欠席しました。だから兄弟とも太陽説に出てこなかった、ということがあって、それでおかしいなということになっていたんですね、はい、そして CNN が20日に、手術を受けて重篤だという報道があったんですが、はい、実は先週の週末ぐらいからですね、15日からくすぶっていたんですけれども、はい、なんか情報関係者、特に政府系の情報関係者とかがですね、みんな何かあったんじゃないかって言って情報を取り始めたんですね、なるほど。それで、プロから言うと15日出てこなかったからおかしいということなんですけど、週末にもかかわらず、いろんな確認作業があったと、それでどういうことなのかな、何も情報ないですよね、いろんな情報があって、心臓の病気で倒れたとか、その日本14日のミサイル発射実験、はいはい、実は失敗して金正恩が怪我したとか、脳の病気で倒れたとか、いろんな情報が飛び交ったんですが、はい、確認できないということで、そういうことはよくあるので、月曜日になってもう終わりだなと思っていたら、月曜日に
後で出てきますけど、デイリー NK という北朝鮮専門のメディアが報道したんですけど、それではあんまりみんな動かないので、ところが、あの火曜日に CNN が手術を受けて重篤な状態だと、アメリカ政府のオフィシャルがそういう情報を持っているという話をしたので、あ、これはデイリー NK とは違うと、デイリー NK は回復していると言ってますけど、重篤なって言ってますけど、そこも違うし、あのアメリカのオフィシャルがリークしたんだから、何だろうか、そしてそれで私は納得したんですけども、つまり週末にみんなが情報確認をしていたのは、これは韓国発なのかなと思ったら、そうじゃなくてアメリカ発だった。アメリカ発で、情報が日本にも来ていて、確認作業にみんなが走っていたということが分かったのですけれども、最終的にですね、いろんな情報をがあって、まあ、これ出てますけれども、デイリー NK は間違っていた、デイリー NK は妙高山と言ってますけども、今金正恩は元山にいることは、間違いないです、で元山の間違いないって分かるわけ、ね、まあ、それは、まあね、まあ、ほぼ間違いないですね、あの多分、1号列車の移動だとかですね、あと今朝の東亜日報に1号列車というのはもう金正恩専用列車という意味ですね、あのそれから今朝の東亜日報によると、これはワシントン発ですけれども、アメリカが、15日から20日の間に、金正恩が元山で、車椅子や杖を使わないで歩いている姿を確認しているというワシントン発の情報がありました、だから、まあ、後で話になりますけれども、どこかが悪い、どこが悪い候補の一つが足の関節が悪いという話があって、車椅子だから太陽節に出てこなかったんだという情報があったんですけど、まあ、その今朝の東亜日報が正しいとすると、それは消えたということで、あの現在にいるってことはほぼ間違いないと思います。ただ問題は、何もなかったのか、あるいは手術なりをして回復しているのか、ということで、トランプ大統領がですね、あの知らない、誰も確認してないとか、今日は知らないと、21日って、今日はですね、死についてはわからないけれども無事を祈っていて、でも CNN はフェイクニュースだとも言ったんですね、お前記者に、 CNN の記者にお前フェイクニュースだって言ったんですよね、まあ、元々 CNN 嫌いだからですけど、そのフェイクニュースだというのが、手術をして重篤な2つともフェイクニュースなのか、あるいはトランプ大統領は古い記録を見たんだとも言いましたよね。そうですね。で、だからその場合に古いというのが、昔手術をして重篤なって意味じゃなくて、手術をして重篤だという情報があったけど、重篤ではないっていうのが分かったと。手術をしたけれども重篤ではないと。だからアメリカに最初に入ってきたのは手術して重篤だという情報だったけど、確認したら重篤ではなかったという意味でフェイクニュースと言ったのか、今のところ何らかの治療をした可能性が五分五分ぐらい で、 でじゃあなぜ太陽節に出ないで現在に行ったのか、少なくとも複数のかなりの情報があるのは、金正恩の警護部隊、これは護衛司令部というんですけども、護衛司令部が周辺をやるんですけど、一番近いところは、974部隊というのがあるんですね、974部隊はもともと護衛司令部に所属していたんですけど、金与正がそれを取って、今与正直属になっていると言われています、初期室に直属なんですが、その974部隊にも、武漢肺炎の患者が出た、なるほど、じゃあというので現在に逃げたということは多数意見です。なるほど、本先生、今西岡さんの見立てを伺ったんですけども、本さんは今の話、それから、まあ、いろんな一連の情報についてどのように見ていますか。金正恩が自分の健康体制よりも無理してきたんですね、特に軍部隊の視察、私が見るには金正恩の最大の趣味は軍事ショーを見ることですね、戦争国語。なるほど、だから彼は14日、まあ、そういう地対艦、巡航ミサイル発射などは、実は韓国の軍当局が発表したんですね、そういう発射したというのを、だから韓国としては、どっちに労働新聞からそれが出るだろうと、間違いなく、まあ、大体2日間隔でそういうショーを用意してきたんですから、だから
2日間隔というのは迫撃砲 の、はい、あのこう競技体育を、はい、まあおそらく9日やったんですね。10日に報道されたんですが、うんうん、はい、そう、各軍の迫撃砲の代表を集めて、はい、そうです、競技大会やったんですよね。競技大会をやって、うんうん、それから政治局の会議が終わってから空軍部隊に、はい、迎撃戦闘機のあそこ行って、はい、それから次に あれが用意されていたんですね、金正恩のために、はい、だから14日のあれも、はい、ミサイル発射ですね。そうです、はい、だから韓国を発表したのに、うん、北を発表しなかったというのは、そこに金正恩が参加できなかったから、うん、用意したものはそのままやったものの、うん、金正恩が参加しなかったから発表しなかったんです、うん、平壌は、うんうん、つまりそうなりますとおそらく、うん、まあ、大体12日頃に、うん、まあ、何か異変があったと。言論テレビから会員募集のご案内です。言論テレビは内外で起きているニュースを掘り下げ、そこから何が読み取れるか、世界の動きの本質を探ります。求心力が働いているのがアジアであるならば、私たちはこの地域安全保障の枠組み、今世界はこうどっちかというとその遠心力で離れつつあるけども、ここで一つ求心力を作っていくということは不可能ではないかもしれない。皆さん本当に今日本人の頑張り時なんですね。頑張らなきゃいけない。会員になっていただきますと、桜井キャスターの君の一歩が明日を変えると、花田編集長の右向け右の動画をいつでもオンディマンドでご覧いただけます。さらに桜井キャスターのメールマガジンや週刊誌などに発表するコラムもお読みいただけます。正会員登録は月々990円または1年で1万1000円です。桜井よし子と共に歩む桜会員も設けました。年会費は一口10万円です。正会員のサービスに加えて、桜井キャスターの新刊本をサイン入りでお送りいたします。感謝の集いなど言論テレビのイベントには無料でご招待いたします。皆様の入会を心からお待ちしています。詳しい情報は言論テレビのホームページをご覧ください。今一番聞きたい人に一番聞きたいことを聞く右向け右という番組。キャスターは名編集長として知られる花田和義です。花田編集長の右向け右は毎週金曜日夜10時からです。桜井キャスターの君の一歩が明日を変えるに続いての放送です。その吉田調書なるものをね、そのしかもその長所を公開しろっていうことをね、他の長所も含めて朝日は主張してるんだけど、でも私なんか思うに、その長所をじゃあ朝日が入手してね、公開しろっていうなら、まずてめえからね、この吉田長所公開したらいいじゃない、全部。番組のテーマは今聞きたいことを聞きたい人に聞く。対談ゲストは今話題の旬なゲストをお呼びいたします。金曜日の夜は桜井よし子の君の一歩が明日を変える、そして花田編集長の右向け右、ダブルコンテンツでどうぞお楽しみください。